対戦イベントやっていきますということで、火水コスト141縛りで、誰どれだった、これだったか、これだったかな、これだな。こんな感じのデッキでこんな感じに来たんですかね。なんかまあどうだろう、無難というかなんというか、最初あれですかね、これ初手をニーカさんじゃなくてハバキ入れてウーマンの代わりにホタル入れたりしてたんですかね。で最後はコロコロ変えとった、あのパンドラだったり、あのグリスマンで遅延したりと。2番手はどうなのかな、なんかニュー先生の方がいいような感じあるんだけど、まあとりあえずやっていきましょうというところで、そうだな、なかなか最後の方は火力環境になるのかなってね。今回のあの CR のイベキャラが入ったことによってめっちゃあれだもんね、あの防御の方が辛くなっとるもんね。火力の方がなんかあれおるとほんと全部一掃しちゃうという感じで、そうだよな、ハンコタンでできますわね。まあうん、そう、次のあれだもんね、あのあのあれ、そうそう、このあれなんか名前出てこなくなった、なんだった、A number of things of the same sort, sometimes living or held together. Clo, Q, cluster, crow. あの名前出てこんが、あのあれあれ、あのマタドール、マタドールとあの CR スズメのことを考えると、一番手生き残った時のことを考えると、あのあれだね、あの水ハンコより火風とかの新潟さんとか三河先生か、あっちの方がまだあれですよね、いいはいいよなって座れるのもあるし。 A business that offers travel by airplane, clinic, airline, taxi, restaurant. エージェントとかそういうのでもダメなんかな。ガイオマンもそうだな、あれ使い方が難しいもんな。うん、まあこのタイミングならあれだね、変えてもあれだね。あのあれだね、あの今復活したあの米粒のあの水攻撃アップ、あれはでかいね、あれは強いね。なんかこれ意外だな、あれヒルズ先生がなんか全くなんか何これ、そうだな、まあ捨て考えると確かにマタドール入れといてもいいかもね。3000でどっちみちあれだもんな。ハピネス、マッドネス、ホープ、ウィークネス、サッドネス。これマッドネスもダメなんかな、悪くはないよね、サッドネス、ずっと思っとんだけど。反対語はあれだな、一番可能性が高いって言われて、解釈によってうーんってなるとこも、まあ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 、すげえな、全部貫通されたな。これがやっぱ少ないこの米が。あんで、あのあれだな、なんだあれ、あのあれあれ、あそうか、蘇生があるで使わんかったんだ。でもあれじゃないの、余力の子さん方があれじゃないの、めちゃめちゃ鬼だな。これあかんだろ、これ何が出てきても貫通できるんじゃない？パンドラだけだよね、怖いのは。鬼だな。次のスズメもあれなんじゃないか？いけるんじゃないですか？
一応タゲっとくけど。 Quiet, absent, close, silent, serious。 最後なんか渋いの使うね、あれ。最後じゃないんかな。Thanks。 そうだな、この CR が出てきたことによって火力環境一気に変わっちゃったもんね。 Thanks。 ワンワンとかあそこら辺は全部あれだもんね、封じ込めちゃうもんね。本当はあれだけどね、100パースパンドラだけぐらいだもんね。パンドラでもあれだもんね、あのグリスマンにやられた結構。まあまあそんな感じでどうでしょうってところで、ああそうだな、ちょっと少しだけ、そうだな、なんかヒルズをニュー先生に書いてもいいかなと思うんですけど、生き残ったりした時にウーマンでできたりとか、相手になんか何初手の水の生き残りの残党城とかおったりした時、そうだな、まあこれでやってきてそこそこだね、なんかあれだな、だけどちょっともうワンランクなんかしっくりした結果がなんかあれかなって。まあとりあえずアカウント変えてもう一つの方でやっていきます。はい、チェンジ。はいはい、ということでアカウント変えたのでこっちの方をやっていきますけど、やはりこっちの方のあれだな、どれだったかな、デッキこんな感じでやっとったんですかね。初手がやっぱあれだよね、あの新潟さんとか三河先生持ってないからおつ不足の感はあるね。あの火力足りんし体力もうーんっていうところで、2番手はヒルズ先生入れとったんだけど、まあ変化が欲しいかなって、こっちはニューにしました。こっちは逆にウーマン持ってないので、まあホタルここがちょっと役不足だよな、でコスト的にもう20ぐらい入れれるから、ウーマンおりゃウーマン入れてニュー先生変えたりして調整したいかな。で同じく4番手かはあの米あの水の攻撃全体が持ってないんで末期にしとるんですけど、それも幻突できてないという、この中で幻突できとるのってニュー先生ぐらいだから、末期だとやっぱあれだな、あのちょっとコストが140いくつだと多すぎて火力環境になるで、あの貫通されるほぼなんかあんま壁になってない感じ。まあとりあえずやっていきましょう。このあれですね、イベント終わったらウーマンこっちも集めなあかんですね。ウーマン集めて初手をあれか、三河先生と新潟持ってないなら水のコスト20ぐらいの火力強いやつを、え、ナモミ先生、モナミ先生、それすら覚えてないんか。あれこれ何 ?5 対4でいけるの？そんなことないでしょ。4対4か。珍しいな。3-3-2-2は結構あったんかな。まあいいわ、それも面白いというところで。そうだな、初手はやっぱ重要だな。3番手とかはまだ限界突破できてなくてもなんとかなるかなと思う一方。そうだな、ハンコタンとミカセンソールもんな。こっちあれなんかな、幻突マックスだと思われとんかな。めっちゃ張りぼてなんだけど。そうそうだな、ハンコタン狙ってくるわな。めっちゃ張りぼてだもんね。あわわわわわわわっていう感じで。頼んだぜクジラ。なんかえらい重いのが出てきたね。コスト的にどういうあれなんだろう。まあでもこれ初手持っとりゃあれだよね、ハンコタン入れるか新潟さんとかそこら辺だわな。そうだな、マタドールがまああれかなって。でも今まであれなんだよ、マタドールとか CR スズメ使ってあんま結果が出てないので、今回はなんか変化させたいかなって、他のことしたいかなという感じで。
風変化も全員帰ると難しいんだよな。一人だけならまだあれなんだけど、末期がちょっとあれだな、ハリボテ感ありそうだな。科学的はダメなんかな。まあ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 、ちょっと遠すぎるか解釈は。いかんな、ハリボテがバレてるな、私のオツしてないのが。ヘビ入れると重いよね、入れたいけど。ティーナル俺あれだもんな、ハバキ書店入れとったもんね。ハバキ書店でも結局あれだな、そこまでなんかコスト60かけて入れるほどなんかあんま見返りを感じ、新潟でも別にいいかなって。あれ、あ、そうか、全体攻撃だでやめたんか。このでも火力はやっぱあれだな、魅力ですね。あのカニ先生のブログにも書いてあったもんね。 CR でコストまあまああって、まあ単数が5だけど、これほとんどあれだもんね、多分あの非制限なんかでも、あのあれあれ名前出てこんが、あのあれあれど忘ればっかな、あのスズメ、あの蘇生のあれでも貫通しちゃうもんね、あれの威力だと。ハバキとかでもあれじゃないかな、掃除できるね多分。緑だ、そうか、こっちか。あれも何、火のあんな重いの使っとんだ。あ、でもハバキもあれか。あ、そうか、最後にハバキもあれか。あ、そうだな、パンドラの影響がないもんな。こういう場合って、あ、そうか、先にパンドラだといかんか。なかなか厳しいハイパイだな。これ相手が全員水だとちょっとあれなの、可能性は残したんだけど。この What is は多分みんなあれだろうね。もう What is は多分頭に入れちゃっとだろうね。その後の多分みんな文脈読んでないね。With、あ、What、What 探せ、What 探せ、What 探せみたいなの多分、何やら何やらみたいなので。Thanks。そうだなぁ、どうなんだろう、自分のハイパイ的には Thanks、 英単語が英語単に見えとった、ずっとウケる。そうだな、自分のハイパイ的には2番手をヒルズ先生にしとってもそんなになんか差がなかったんかなって言っても、ニュー先生にして3回ぐらいしかやってないか。末期がやっぱあれだな、後半が火力不足だな。後半はもう明らかに火力環境ですわね。ホタルぐらいまでは防御環境で、あ、試してないけど、あれか、ウーマンと2番手にマタドールや CR スズメなんか入れてもまああれかなって。初手は本当あれだろうね、あの、あ、そうかそうか、あれでもよかったんだ。ちょっと待てよ、ここら辺でもよかったんだ。これでもまだオッズ足りてないんですよ私。あれ落ちちゃった今、ひょっとして。あ、落ちてないですね。あ、よかったよかった、録画消しちゃったかと思いました。これだと、あ、そうか、36が重いから20いくつでいきたいですね。そうするとやっぱあれか、
手間かかるけど水のハンコタンを作った方がいいんかなって。あれめっちゃ時間かかるもんな。あ、どっちかでこっち遊び用であんまりだもんな。真剣になんか集める感じじゃなくてテスト用というか、英検1級問題出たから問題量増やしたいでなんかやり始めたような感じで、まあまあそんな感じで、とりあえずはい、対戦イベントイギリス、火水でコスト141、まあこんなデッキでこんな感じの勝率でしたということで、はい、そんな感じでおりー。